はい、こんにちは、カズボです。妖怪ウォッチ4、続きやっていきたいと思います。空なきとの最終決戦に挑もうということで、この大森山のね、奥に行ったら、とうとう、まあ、決戦なんじゃないかなと思うので、こういうところに結構なんかあったりするんですよね、アイテムとか。妖怪とかはいないね。アイテムありますね。ありがたい漢方。ご神木の方からまがまがしい陽気が伝わってくる。この結界を解けばもう後には戻れない。解こうか。わらわたち、古の鬼族は、かつて妖魔界の頂点に立つ一族であった。わらわは妖魔王の娘として生まれ、いずれ王の座につく者として育てられた。そんなわらわを守る従者に、空天という男がいた。わらわは、空天の優しさに惹かれていた。だが、その優しさは全くのまやかしであった。空天がわらわに近づいたのは、父である妖魔王に近づき、殺すため。あの男は、妖魔界に封印されし神器、妖精剣を人知れず集め、王の命を狙っていた。告発者のおかげで牢獄に送り込まれたものの、奴の怨念は牢を抜け、妖魔城までたどり着いた。空天という優しい男は、まやかしの姿。黒い太陽空なきこそ、奴の真の姿だったのだ。触れた者を皆狂気に陥れる、世にも恐ろしい悪夢のような怨念は、とうとう、わらわの父、妖魔王に取り付いてしまった。もはや父には、わらわの声など届かず、苦しみと怒りの声を上げて、襲いかかってきた。わらわは、この手で父を倒した。そうするしかなかった。すべて。あの黒い太陽、空なきが仕組んだ策略だったのだ。わらわは、あの者を決して許さぬ。必ず倒さねばならぬのだ。主君、何千年経っても貴様は所詮愚かな姫。私の苦しみ、嘆きの深さも知らずに裏切り者とはよく言ったものだ。私が受けた屈辱がどんなものであったか思い知らせてやろう。
滅びるがいい。なんだと？絶望のうちに沈め。これ普通に倒せんのかな。何？ガチャ。そんなの。またなんかありそうだよ。おう。知らん友達を傷つけるとは。なんだ。友達召喚。友達召喚もなんだか頑張らねば。なんかレベル上げればでもご利用せそうな感じだよね。
ふうちゃんね、攻撃力そこまで高くないんだよね。やっぱ時間かかりますよ。お届けに参りました。またも取りよう。お待ちしております。え、何それ。やつの力は底なしか。絆だ友情だと、くだらない力を使いようって。すべて壊れるがいい。なんだと。お前がこの時代にやってくることくらい俺の目にはお見通しだったぜ。なんだ。あ、覚醒エンマ。エンマ、待たせたな。妖怪ガチャ超大当たりの覚醒エンマだぜ。未来の大王よ、ご苦労だったな。あとは俺に任せておけ。さあ、派手にやっていこうぜ。行くぜお前たち、これが最後の戦いだ。ふみちゃんじゃない方がいいな。覚醒エンマ。あ、ふみちゃんかい。なぜだ、なぜエンマがいる。貴様は未来に閉じ込めたはず。この時代のエンマ大王に会うのは初めてか。なんか言ってますけど、読めるかな。ユリーとか。ありがとう、ありがとう。はいぜ。友情を集める。何なの、回復？回復すんのか。もうちょっとでも行きそうだよね。なんかね、チャンス、チャンス。どこ？よっしゃ。主家様。空天。やめろ。なぜ今さらそんな姿で現れる。お前は黒い怨念となり、わらわを裏切った。惑わせるな。お前は空泣きだ。それは違うぜ、主家様。白州、何を言っているのだ。私たちは
一番大事な記憶を思い出したのです。あなたとクーテンが知るべき真実を。ゲント、今こそ真実を知る時です。シュカ様。ソラナキが妖魔城を崩壊させた後、シュカ様は新たな王となって妖魔界を支配した。だがどんなに妖魔界が豊かになっても、その顔に笑顔が戻ることはなかった。どうにかしてシュカ様の心を救いたかったけれど、俺たちにはどうすることもできなかった。だからせめてあの事件の真実を突き止めようと、私たちは旅に出たのです。クーテン、私たちの親友であり、シュカ様の恋人でもあった優しき男、彼がなぜソラナキの姿に変わり果てたのか、その真実を求める旅に。そして私たちはクーテンが処刑された砂漠の牢獄にたどり着いたのです。俺たちがそこで見たものは、あいつがクーテンの体が妖精剣でズタズタにされた姿だった。むごい姿だった。あのような仕打ちを受けて憎しみを抱かぬ者はいないだろう。私たちはクーテンを苦しめていた妖精剣を何とか引き剥がそうとした。妖精剣から湧き出るクーテンの無念、悲しみ、憎しみ、その嘆きは私たちにこう告げた。騙された。これは妖魔王に献上する剣ではなく、私を陥れるための罠だったのだ。王のために妖精剣を集めた私が王を殺す裏切り者にされるとは、もはやシュカ様すら私を見捨てただろう。ああ、憎い、全てが憎い。まさか、そんな、では、クーテンは…クーテンとシュカ様との仲を妬んだ者に騙されてしまったのさ。あいつは、シュカ様と結ばれたいその一心で妖精剣を集めていたのにな。クーテンが、わらわと…私たちは妖精剣に触れることでようやくクーテンの真意に気づくことができた。だが長い旅路の果てに俺たちの命は尽き、シュカ様のもとに帰ることができなかった。伝えるのが遅くなってごめんな、シュカ様。私と白秋はいつかきっとこのことを伝えようと遠い未来に生まれ変わる決意をしたんだ。たとえどれほどの時間がかかろうと、シカ様とクーテンが思い合っていたと伝えよう。そして二人の心を慰めることができたなら、いつかきっとみんなであの大樹のもとに集まろう。ゲント、白秋、私はこんなにも友に恵まれていたのか。私はなんと取り返しのつかないことをしてしまったのだ。怒りや悲しみに心を奪われ、あなたにさえ怨念を解き放ってしまった。もうよい、よいのじゃ、クーテン。
そなたの本当の心はこの者たちが教えてくれた。最後まで信じてやれなかったのはわらわも同じ。それをどうしてそなただけ責められようか。長い間一人で待っていたのだろう。どんなにつらかったであろうな。主家様、主家様。生まれ変わっておいで、グーテン。そうしてまたわらわのそばに戻ってきておくれ。はい、主家様。きっと必ず。また会おう、グーテン。世界はお前たちの活躍で救われた。よくやったな、妖怪探偵団。けどまさか俺たちが前世からの仲だなんて思いもしなかったぜ。遠い昔から僕たちは真実を追い求めてきた。なんだか不思議な感じだよね。ああ、生まれ変わって探偵団を作ったのも運命ってやつだったのかもな。いやー、しかしこれでまたいつもの夏休みが戻ってきますね。いっぱい暴れてヘトヘトにゃん。今日のところは帰って寝るにゃん。そうだね、みんなそろそろ。あ、扉が。空なきの怨念が消え、あの扉も役目を終えようとしているのだ。みんな、元の世界に戻る時が来たようだな。そっか、それじゃあここでお別れなんだ。落ち込むことないって。きっとまたどっかで会えるよ。俺、探偵団のみんなには本当に感謝してるんだ。母ちゃんや五木の姉ちゃんも戻ってきて毎日楽しく暮らせてる。みんなと冒険できてすっげえ楽しかったよ。また会おうな、妖怪探偵団。ああ、タエや姉ちゃんによろしくな。達者でやれよ、親友。さて、俺もそろそろ帰るとするかね。お前、また裏社会の妖怪に戻るのか？それも悪くないが、有能な手下もいなくなったし、どうも気分が乗らんな。坂見くん。姫、そんな顔をなさらないでください。あなたの笑顔こそが私の望みです。困ったことがあればいつでもお呼びください。たとえ地の果てでも駆けつけます。坂見くんもピンチの時は私たちを頼ってね。ありがとうございます、姫。ではさらば。坂見くんはもう悪いことはしないよ。
たんか、そんな気がする。すっかり妖怪探偵団の一員でしたもんね。ソラナキウイルスも消えたことだし、激ヤバな怪奇案件ともこれでおさらばか。なんか長いようであっという間だったな。うん、でも僕たちの力はまたきっと誰かの役に立つよ。空天もきっとそれを望んでる。僕はそう思うな。いつか生まれ変わった空天と一緒に探偵団できたらいいね。お父さんたちとももうお別れだね。二人がいなかったら私たちこんなすごい冒険できなかったよ。今までいろいろありがとうね。俺もこんな大冒険になると思ってなかったけど、みんなと一緒だから楽しかったよ。ありがとうみんな、素敵な思い出いっぱい作れたね。元気だね、二人とも。離れてても俺たちは妖怪探偵団の仲間だからな。あ、それとこれからもお母さんと仲良くね。うん、リス？ん？未来で待ってるよ、お父さん。ありがとう、みんな。元気でね、バイバイ。みんな帰っちゃいましたね。なんだかちょっと寂しいでウィス。メソメソするなにゃん。寂しいのは俺ちもにゃん。みんな言ってただろ、きっとまたどこかで会えるさ。妖怪ウォッチがある限り俺たちの絆は消えない。うん、そうだね。楽しかった冒険の日々も待って、いつもの夏休みに帰ってきましたが。ミス？ケイタ君、今日はどこかにお出かけしないんですか？今日はフミちゃんと二人きりで出かけるんだもんね。ケイタ、いつの間にそんな約束してたにゃ。また怪奇案件の調査一緒にしようねって誘われちゃったんだよね。まるでデートの約束もしたかのようなはしゃぎようですね。ちょっとふみちゃん、来たみたいよ。はい、お邪魔しまーす。ふみちゃんが俺の部屋に来る、なんて感動的な日なんだ。ケイタ君、迎えに来たよ。うん、一緒に怪奇案件探しに行こう。みんな来てる、なんで。みんな来てるじゃん。やっほー。ふみちゃんと二人きりじゃなくて残念だったにゃんね。ミス？というか皆さん、どうやってこっちの世界に来たんですか？まあいろいろあってね、詳しい話は後で聞かせてあげるから。さあ、妖怪探偵団再結成だ。まだ見ぬ怪奇案件が俺たちを待ってるぜ。今日は何を調査しようか、ケイタ君。実はさ、俺気になってることがあるんだ。みんなちょっと聞いてくれる？
最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。